高校国語古文二章動詞の変革活用ですでは黒板を見てください今回のクロスワード古文の変革活用について現代語と古文をクロスさせて勉強していこう古文の変革活用は家業変革活用作業変革活用内業変革活用 来業変革活用の4種類です。前回性格活用やったよねだけど今回はそちらの方とは違ってこの変革活用という4種類についてしっかり勉強していきましょう。いいねまず現代文だったならば「来ない」「来た」「来る」「来る時」「来れば来い」なんていうふうに変化します。だけど 古文の方だったらはどうなるのか。ポン、この加行変格活用のくってのが、来ず、きけり、く、来るとき、来れば、こまたはこよ、命令形は二つあります。このようにして変化していきます。この可変だったらはこのように変化していくわけですけども、しかし今回はこの変格活用は四種類ある。この四種について。 一つ一つ具体的に勉強していきましょうポイントの一、下行変革活用です黒板を見てください下行変革活用の動詞はく一語とまず覚えてくださいそしてこのくは一文字ですから語感と活用語尾が分けられない ですから、語感は丸。そして、活用は、こう、き、く、くる、くれ、こ、こよとなります。で、命令形のところが、曲者であって、これは、こ、という場合と、こよ、が二つあります。だから、この格好は、こ、と、よではなくて。こ、こよ、ということ、をしっかり覚えること。次、今度は、その、言葉を押しつけて、一個一個の活用形を考えていこう。 まずこの図というのは未然形にくっつきました未然形につながる助動詞だからこの基本形の句がこに活用するわけですから子図になりますそしてけりは連用形につながる助動詞でしたですから連用形のきこのきがここにきますきけりとなります終止形はいいきり丸の上はいいですか まず終止形か命令形なんだけどもここはとりあえず終止形の例文ですから「く」ここだよ。次「時が下に来た場合にはこれは「体言です。体体言の上は連体形それが分からない生産は今覚えて「体言の上は連体形だよ」名詞のことを「体言と言ったよ。ここで覚えることも大事だから「来る」「時になります。ここだよ次ばは未然形と 已然形にくっつくんだけども、いいかい。ここはもちろん、已然形の例文で、このくれが、ここに来てます。いいね。最後、命令形。命令形の場合には、言い切るわけ。いいね。それも命令して言い切る。だから、こ、こよ。これをここに持ってくれば、大丈夫。こ、または、こよだよ。いいね。この。くの場合の。ね。活用表を。こうきく、くるくれ、こよ。と覚えることは。とても大事。ですから。 この活用表をしっかり覚えておいてくださいポイントの2作業変革活用です黒板を見てください作業変革活用動詞はす・おわすのまず2語と覚えてくださいすは1語ですから語感と 活用語尾が分けらられなないだから語幹は丸になりますそして活用はせいしい、す、する・すれ・せよこの活用表をまずしっかり覚えていてください。そしてもう一つもしおわすがこの基本形に入る場合にはこのおわすは五感と活用語尾が分けられますから当然ここのところの五感はおわになります。いいねではまた活用形を一つ一つつ 具体的に下に言葉をつけて考えていきましょう図は未然形につながる助動詞でしたですからこの巣が背に活用し背図となりますそしてけりは連用形につながる助動詞でした覚えてるするとこの巣が死に変わりますから死けりになります大丈夫ね終止形はもちろん丸の上は終止形だからこの巣がここに来ますいいね はは名名詞詞の上は連帯形だから「する」ですすここのするがここに来てるわけ「ば」はもちろん「依然形系この「い然形系に接続するだから「このすれ」がここに来ます。いいねすればですすると命令形は命令するわけ丸の上は終止形と命令形と考えておくだけど今回は命令形の例なんですから「せよ」を入れといてください。いいねこの 活用表をもう一回言うよ。せーしすーするすれせよ。この活用表をしっかり覚えておくことが大事なことです。いいね。しっかり覚えておいてください。ポイントの三。な行変革活用です。黒板を見てください。な行。 変革活用動詞は死ぬ犬の二語これは二語って覚えて大丈夫ですだけどもこの犬についての注意点が一つありますこちらを見てください犬は歴史的金遣いで書いてもこっちだってことを覚えておくと定期試験ですごく得ですいいねでは次 活用表を覚えていきます。犬っていう言葉は。五感と活用語尾が分けられますから、五感がい。そして。活用表は。なーにぬぬるぬれね。となります。ですから、この活用をしっかり覚えること。なーにぬぬるぬれねです。もちろん、この棒のところは犬が入るよ。書き方は。 学校の先生の言う通りに従うんだよいいね次またこの犬の下にも言葉をつけて具体的に考えていきましょうまず未然形です図は未然形につながる助動詞いいねだからこの犬の未然形のなこれがいながきていなずですね。行かないって意味ですどこかに行ってしまうとか行かないって意味ですよ犬はね次いにけりのけり ケリは連用形につながる助動詞でした。だから、この連用形の二がここに来ているわけ。イニケリです。行ってしまった。で、犬、これは終止形で丸。ですから、丸の上は終止形と考えていくと、このぬがここに来ています。犬。大丈夫ね。今度は犬るときときは名詞体言。体言の上は連体形。だから、この犬るがここに来るわけ。いいね。ばは。 依然形か依然形につながるわけだけども今回は依然形の例だからこのぬれがここに来ますいぬればとなるよで丸ですどこどこに行ってしまえ丸の上は命令形か終止形だけどこれは命令形の例なのでこのいねを使いますい,いねですからここの場合のポイントまず何行変革活用動詞が死ぬと犬の2語だということとそれからこの 活用表活用しっかり覚えるなにぬぬるぬれねもう一度言うよなにぬぬるぬれねこれを呪文のように覚えてくださいポイントの四、黒板を見てください来業変化活用の動詞です来業変化活用動詞は ありおりりおはべ今そかりは「今そかりでもいいし「いますかり」でもいいし「いますがり」でも大丈夫です。いいね。そしてまずこの活用表はやっぱり覚えなきゃダメ。いいね。基本形あり五感と活用語尾は分けられますから五感は「あ」で「ラ・リ・リ・ル・レ・レ」レレと活用します。いいね。 ラ変動詞型ってのも大事だったよねだからラ・ディ・リ・ル・デ・デ,デっていうのはすごく重要だよいいね次今度はまた同じように下に言葉をつけて一つ一つ活用形を考えていこう行くよ図の上は未然形接続でしただからこのアラがここにきますアラ図ですいいねケリは連用形につながる助動詞でしたですからこのリが ここに行きますつまり「ありけり」になります。いいね。丸の上はもちろん終止形ですからこの「ありがここに来る」。いいね。時は体言連帯体言です。つまり体言の上は連帯形が来る。ですからこの「ある」がここに来る。大丈夫ね。ばは未然形か已然形にくっつく。だけどもちろんここは已然形の例文ですからこの「あれ」がここに来ます。したがって「あれば」です。いいね。で 命令形のところ丸のところは命令形か終止形ここは言い切ってるんですいいね君に幸あれなんて言い方するよねしたがってこのところはあれがこの命令形がここに来てます大丈夫そしてこの活用表はしっかりもう一度覚えてほしいんだラ・ディ・ディ・ル・レ・レラ・ディ・ディ・ル・レ・レラ辺っていうのはラ辺型っていうことでも大事だったよねですからこの 活用表をしっかり覚えることが大事です練習です黒板を見てください次の動詞の活用表を完成させようですいいね活用表を完成させるためには二つのポイントがあったよまずその動詞が 変革活用のうちどんな変革活用だったのか次にその変革活用が分かったらは活用表が頭に入っているかどうかその2点が大事じゃあいくよまず句です句は家業変革活用でしたまず一言覚えてくださいって言いましたよねで活用表はこうきくくるくれここよですいいねすすると答えはこうなりますポン 五感は一語ですから、終止形が一語の場合には、五感と活用語尾が分けられない。ですから、丸っとしました。こきくくるくれここよ。ここのこよがポイント。以外。これは。こっていうのと。よがあるわけじゃなくて。ことこよの二つあるということ。いいね。これは書き方は。学校の先生のルールに従ってくださいね。二番目。おわすです。 オアスはまず左辺だってことが分からなきゃダメ左辺はすおわすの2つだったっていうことをまず覚えてくださいって言いましたよねですから左辺ですそして左辺なんだけども左辺だけどもまずこのおわすは五感と活用語尾が分けられますだから五感はおわになるんだで次に今度は活用表です「せいしすするすれせよ」この活用表を覚えていけば OK では答えはポン おはが五感せいしすするすれせを当然この棒のところも書き方は棒にしてするのかまたはおはを入れるのかこれは学校の先生のルールに従ってください次今度はしぬですしぬは一体変革活用のうち何行変革活用だったかこれはな行変革活用でした二つあったよね死ぬと犬ですいいねですからこれはなへんとわかります なげんと分かったらは、その活用表が頭の中に入っているかどうかです。なにぬぬるぬれね。い,いね。答えはポン。当然、死ぬは五感と活用語尾が分けられます。すると、五感が死です。ね。そして、なにぬぬるぬれねと活用します。いいね。この棒のとこには、もちろん死が入ります。最後です。はべりです。はべりは。 何行変化活用だったか。それはラ行変化活用。ラ行変化活用はありおりはべりいますおかりのまず四つでした。この四つだって分かればあとは活用表さえ言えば大丈夫。するとねラディリルれれと活用します。当然はべは語冠と活用語尾が分けられます。ですから答えはポン。はべが語冠。ラディリル 例,例です当然この棒にはハベが入りますいいねこのようにしてまず活用表を完成させるためには2つのポイント1個目はその単語が以外何行変化活用だったかってことが分からなきゃダメ2番目は活用表をしっかり頭に入っているかどうかを確認することその2つが合体するとこの活用表が完成できるよ。ですからこの活用表とそれからこの動詞が 一体どのような変化が活用かということを2点覚えてこれから勉強していってください。では